まあ、なかなか海外遠征来てね順調に来るっていうことはなくて、大概アクシデントがあるもんだけど、これだけアクシデントなくね非常に順調に、もう太めを心配するぐらいなんてちょっと考えられないですよね。本当にみんなのおかげでいい状態になっていると思います。やっぱり小回りで、特に芝はね、小回りっていうのはそれはもう間違いのないことで、一周歩いてみましたけど、やっぱりあんまり外を回ったら不利だなっていうのは感じました。そうですね、やっぱりそのブリーダーズカップを日本馬がまだ勝ってないというところで、その初めての馬になれるようにみんな精一杯努力してきたんで、あとは明日もう運を天に任せるだけだなと思ってます。応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとう、お願いします。